こんにちは、カズライダーです。冬になってバイクに乗るときに辛い部分って最初に思いつくのが手だと思います。指先が冷たくなってハンドルを握る手が感覚がなくなって辛いなんていうこともありますけど、バイク用のグローブって結構高いんですよね。そんな中今日紹介するグローブなんですけど、ケミモトのウィンターグローブです。この今つけてるグローブですね。ケミモトって何なのって聞いたことないっていう人もいると思うんですけど、ちょっと私もうろ覚えで申し訳ないんですけど、確か台湾だったかなのバイク用品メーカーです。このケミモトのウィンターグローブの最大の特徴は安さですね。4000円弱でウィンターグローブが買えます。しかもこのデザインですよ。カーボンのナックルプロテクターがついててウォータープルーフです。今走ってても全く寒くないですね。だからといってすごく厚みがあってゴワゴワしてるかっていうとそんなことなくて、ウィンターグローブにしては生地は薄めです。で、動きも柔らかくて結構握り心地がいいんですね。グローブの内側は起毛素材になってて、はめただけでまああったかいっていう、そんな感じはあります。手袋の甲側はネオプレーン生地なんですけど、手のひら側は革があって布も貼り合わせられてます。ライディングに特化したちょっとスポーツっぽいモデルですね。で、この手のひら側の切り返しであったり革が貼ってあるので、グリップ握った時でも滑りにくくてアクセルが回しやすいです。アクセルを回す時って握って回すのではなくて軽く手を添えた状態で回した方が調節がしやすいんですけど、グローブの手のひら側が滑りやすい素材だと回しにくいんですね。なので結局指でがっちり握ってしまって微調節しなきゃいけないってなると結構難しいんですけど、グローブの内側が滑りにくい素材だとその摩擦を使って微妙に回すことができるのでかなり操作性はいいです。私が普段使ってるウィンターグローブは RS 太一の電熱グローブなんですけど、それよりも生地がすごく薄くて柔らかいのでウィンターグローブなのにかなり運転しやすいです。グリップを握ってアクセルを回すのはもちろんなんですけど、クラッチ操作するときに握ったり指を伸ばしたりを繰り返すとき、この動作がかなりやりやすいですね。だからといって冷気が伝わってくるわけでもなく寒くない、すごい不思議なんですけど、こんなグローブがあったのかって思うぐらいです。ウィンターグローブにしては手首周りが短めなんですけど、ある程度長さがあるのでこういうジャケットの手首の上にかけるっていうこともできるし、そうすると袖から風が入ってきて寒いっていうこともないのでかなりいいですね。で、しっかり手首とグローブの裾を止めるこのベルクロがあるので隙間も埋めることもできるし、かなり手にフィットさせることができます。普段は LL サイズのグローブを着用してるんですけど、今回は M サイズを着用してます。ちょっと手のひらのこのスライダーの位置が上すぎてちっちゃいかなとは思ったんですけど、指の長さであったりこの指の幅とか手のひらのグローブの余り具合っていうのは、まあ、フィット感がちょうどよくてかなりいいですね。ウインカーとかのボタン操作した時も生地が薄いので感触があるのでかなり分かりやすいです。操作しやすいですね。厚いグローブだとスタートの時のハンクラとかって感覚が分かりにくい時があると思うんですけど、生地が薄いのでレバーの感触っていうのも伝わりやすくて、普通の夏グローブで運転してるのと感覚はほとんど変わらないです。正直最初はケミモトってなんだよって思ってたんですけど、かなりいいですよ。見た目もそこまでウィンターグローブでモコモコしてるっていう感じもないので、かなりスマートでかっこいいと個人的には思います。Amazon のレビューでもそんなに悪いことも書いてないし、まあ実際こうやって使ってみるとかなりいいですね。個人的には舐めてたところはあったんですけど、むしろすごく
いいなって思います。この商品のリンクは概要欄に貼っておきますので、気になった方はぜひそちらも見てみてください。今日はあまり風もなくて日は出てはいますけど、このグローブしてたら中はポカポカで、もう少し暖かくなったら汗かくんじゃないかなっていうぐらいの暖かさはあります。指の甲にはパッドが入ってるんですけど、まあ、ここはプロテクターではなくてちょっと厚めのパッドが別で入ってます。あとナックルプロテクターの下にはシャーリングが入ってて、指を握った時にそのシャーリングが伸びて握りやすくなるっていう作りになってるっぽいんですけど、全然握ってもナックルプロテクターが当たって痛いとか、生地が張って握りにくいとか、そういうこともありませんね。このグローブはさっきも話した通り4000円弱で買えますので、バイクに乗り始めて初めて冬を迎えるウィンターグローブを初めて買うっていう人にももってこいなんじゃないかなって思いますし、今まで使ってたウィンターグローブが古くなってきて何かいいグローブないかなって思ってる人にも最適だと思います。なんか性能高いものは値段も高いっていうイメージがあって、安いのはそこまででもないのかなっていう、このグローブはその考えを覆しますね。安くてもすごく機能性が高くてデザイン的にもかなりいいと思います。どう見てもバイクグローブですもんね。でウィンターグローブなのにそんなにモコモコしてないでしょ。かなり薄いけど、こうやって走行風に当てても冷気を感じないんですね。それでおそらくこのグローブはスマホタッチ対応っぽいです。グローブをしたままスマホが操作できると思うんですけど、そういう機能までついて4000円弱で、こんなかっこいい高機能なバイク用ウィンターグローブが買えるっていうのはいい時代ですね。だいたいやっぱり冬走ってる時ってウィンターグローブつけてても指先から冷たくなってきて辛くなるんですけど、今のところ指先は冷たくなってないです。でさっきも話した通り M サイズのグローブをつけているので、手袋の指先まで指が当たってます。そういう時ってすぐ冷たくなったりするんですけど、今のところ全く冷たくないですね。でこうグリップ握ってる時って親指の指先が正面向いてるので、そこも冷たくなりがちなんですけど、今のところ全くないですね。ということで今回はケミモトのウィンターグローブを紹介してきました。ウォータープルーフな上ウィンドブロックされてるウィンターグローブで、かなり生地は薄くてスマートな作りになってます。だけどお値段4000円弱でナックルプロテクターまでついたグローブが買えるっていうのはかなりいいんじゃないかなと思いますので、もしウィンターグローブ何がいいかな、あんまり高くないのがいいなって思ってる人はぜひこのケミモトのウィンターグローブ検討してみてもいいんじゃないかなと思います。この動画が参考になった、良かったって人はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。それではご視聴ありがとうございました。